様。あらあら、奇遇ですね。どうしてここに？水回廊の防衛の後、スイートピーさんからお声がかかって、しばらくの間ここで指揮官をやってみないかって。あまり大きな発言をしたり勝手に作戦を決定したりしないようにとは思っています。うちだけに指揮権が集まるのはその良くないですから。そういうことでしたか。金木星さんが指揮を取っているなら防衛面は大丈夫そうですね。うちが指揮を取っていていいのでしょうか。いいんじゃない。実力があるって認められたからここにいるんでしょ。何を気にしているのかよくわかんないけど、そういう時は遠慮した方が迷惑になるんだからね。金木星、自信持つでしょ。自信がないなら攻めの手は木工たちに任せてもらうです。我木工ちゃん積極的ですね。もっとおとなしいイメージがあったんですけど、軍師として戦略家としてその知見を広めるため騎士団に指導したと伺っています。その意味で彼女自身少しずつ変わろうとしているのかもしれません。それならうちは引っ込んでます。あとは我魔法さんたちに全部お任せで。あの子はそこまで行ってないです。作戦の立案はできてもご主人たちと一緒じゃないとは。あらあら、やっぱりいつもの調子みたいですよ。まあ変わらない方が素敵という話もありますし。私は逃げない。あんた邪魔よ。どう？あった！会長は許さないんだから。こんな程度倒せないようじゃ貴族の倒れなんか。あんた邪魔よ。早く俺たちの顔を見たいので速やかに死んでください。はあ、違う。全力攻撃。私にだってできるんです。貴族なんですから。一応勝ったんだ。見せてあげますよ。倒せないとはちょっと予想外。
ことは知ってるつもりですから。ぼんやりしてなかったですもんね。務めは果たしてみせます。せめてこれぐらいは。チャンスは逃さないわ。そこくらえ。どっか行ってください。やってみせます。迅速に片付けましょう。邪魔邪魔。私にはフラワーナイトであること以外に価値はありませんから。
ようじゃ貴族の名折れなんです。行くわよ、覚悟戦略、攻撃、こんな程度倒せないようじゃ貴族の名折れなんです。